黄昏てんだ。ねえねえ、そんなこと賢いランボさん知ってるもんね。違うもんね、ランボさん学校の劇に出るんだもんね。知らないのね、ツナ。もっと別のお友達だもんね。おう、新しい友達か。よかったじゃねえか。おい、おめえ、劇の邪魔したら承知しねえからな。真面目にやれよ、アホ牛。うっせえ、爆弾男。ランボさん主役だから一番真面目にやるもんねえだ。ランボくん、新しいお友達はどこに行っちゃったの？相当な忍者マニアだぞ。マニアだからってあんなことできんのか。本物の忍者じゃないマニア。いや、あいつはジャパニーズ忍者だぞ。友達の先輩忍者、人の話聞いてんのかボケ。
そうなの？一緒に劇に出して。すげえな、忍者の劇をやろうとしてるとこに本物の助っ人が登場かよ。